ハウンズローウェスト駅は、ロンドン西部ハウンズローロンドン特別区、ハウンズローにある、ロンドン地下鉄の駅である。駅舎は、バースロードにあり、バースロードとグレートウェストロード、グレートサウスウェストロード、グレートサウスウェストロード、A30 の交差点から600メートルほど北にある。トラベルカードゾーン後に属している。初代駅舎、1900年代初め。この駅は、 1884年7月21日に当時のメトロポリタンディストリクト鉄道によって開設された。当初の駅名はハウンズローバラック駅であったが、これは駅の南のビーバーズレーンに当時は騎兵駐屯地があったことにちなむものである。この駅はハウンズローハイストリートの東端に設けられたハウンズロータウン駅を終点としていた季節の MDR の路線から分岐した。 単線の支線の終点であった。この支線は、現在のハウンズローイースト駅の東300メートルほどの位置で本線から分岐していた。ただし、当時は、ハウンズローイースト駅は存在しておらず、支線開通当初は、ハウンズローバラック駅からオスタレースプリンググローブ駅まで途中駅はなかった。MDR の路線の電化は1903年から1905年に、 かけて行われ、1905年6月13日には、ハウンズロー支線でも汽車から電車への移行が行われた。1925年12月1日には、駅名が、現行のハウンズローウエスト駅に変更された。この時同時に、ハウンズローセントラル駅とハウンズローイースト駅も、現行の名称に改称された。1930年から1931年に、かけて、 新しい駅舎がバースロードに面した位置に建設され、それまでの線路に並行して建てられ、道から奥まったところで道路に対して斜めに設置されていた旧駅舎の変わることになった。新駅舎は地下鉄の建築家、スタンレイ・ヒープスがチャールズ・ホールデンと共に設計したもので、1926年にホールデンが設計した当時のシティサウス。 ロンドン鉄道のモーデン駅など、モーデン支線の各駅を思わせる様式で、ポートランド石を用いて建設され、天井の高い七角形の切符売り場には、すべての面にガラス窓が設けられている。旧駅舎は、新駅舎の建設の進行とともに徐々に解体され、新駅舎は1931年7月5日に開業した。新駅舎は、ヒープストホールデンが手掛け、 同時期に再建築されたアーリング古門駅にもよく似ている。ピカデリー線は1933年1月にノースフィールド駅まで乗り入れるようになっていたが、1933年3月13日にはハウンズローウエスト駅まで運転されるようになった。以降、この支線ではディストリクト線が撤退した1964年10月9日まで、 ディストリクト線とピカデリー線の双方の電車が運行されていた。1970年代初めにピカデリー線をハウンズローウエスト駅からヒースロー空港に向けて延伸するための工事が始まった。もともと当駅の線路とプラットフォームは南西方向を向いていた。この方向のまま空港まで延伸すると駅付近の住宅地のかなり広い範囲を撤去しなければならなかった。 そこで、既存施設の撤去を最小限に抑えるルートとして、バース。ロードとグレートサウスウェストロードを改作し、道路に沿って地下鉄トンネルを設けることになった。延伸工事の第一段階は、新たなルートに合わせて、それまでの線路より西向きになるように、新たな2線のプラットフォームを地下に建設した。新プラットフォームは、従前の2面3線プラットフォームの北隣に、 設けられ、既存の駅舎も新たなプラットフォームへのアクセスできるように拡張された。新しいプラットフォームは1975年7月14日から使用され、5日後の1975年7月19日には、ハットンクロス駅まで電車が運行されるようになった。インディコティブ、レイアウトオブハウンスローウエストステーション島式ホーム一面2線の地下駅。年間乗降員数から、 年間日数を割り、小数点以下は、死者購入して求めている。ハウンズロー周辺の鉄道路線、鉄道駅の運行時期を示した地図あたり駅には八十一番、二百二十二番、四百八十二番、h 十二番、h 十一番、h 十八番のバスが乗り入れている。ロンドン地下鉄ピカデリーゼンハットンクロス駅、ハウンズローウェスト駅、ハウンズローセントラル駅、 ステップフリーチューブガイド。トランスポートフォーロンドン。2010年2月8日閲覧。ABC、マルチ、イヤーステーションエントリーエグジットフィギュアス。ロンドンアンダーグラウンドステーションパッセンジャー,ユーセージ、データ、ロンドン交通局。2015年3月31日閲覧。ABCDE ローズ、ダグラス、ザ・ロンドンアンダーグラウンド、A。 ダイアグロマーティックヒストリーダグラスローズキャピタルトランスポート ISBN 1から85 4142194でジョン・ R、リードジョンザ・ストーリー・オブ・ロンドンズ・アンダーグラウンドキャピタルトランスポート P66 ISBN 1から85 4143166 AB でジョン・ R、リードジョン The Story of London's Underground キ a ピタル a ランスポート P99 ISBN 1-854143166ありがとうございます。